こんにちは。こんにちは。こんにちは。人気 YouTube チャンネル、里崎チャンネルのスタッフです。今日は、頑張ります。何を頑張るんですか？何するんですか？ちょっと教えてください。里崎チャンネルスタッフは、里崎と袴田のことを、どこまで知ってるかクイズ！うわー、それか。うわー、普通に接したら、しかも動画内で発言もしてるしね。うん、そう。普通に接してたら誰でも分かるようなこと。だから10問、袴田さん5、里崎5、はい、全10問、はい、で正答率一番低かった人は罰ゲーム、プラスアルファ、はい、半分の5問成功できなかった場合はその時点で優勝しても罰ゲーム。でも僕ね、今回そう来ると思って予習してきたんですよ。あ、不思議だ。よし、何読んできた？里崎白書。ちょっと待って、だいぶ前で読んできました。これあと応援団も連れてきたんです。何？シャケ丸っす。シャキシャキー釣れてんな。はい、自信あんだね。よし、じゃあそれでは、はい、袴田さんから、はい、第1問。私、袴田彩音、フリーアナウンサーになる前は仙台の東北放送に勤めていましたが、東北放送には何年勤めていたでしょうか？これは知らんぞ。これは簡単だ。これはもう簡単で、アイコンさえあれば誰でもわかる。何回も言ってる。私、東北放送何年勤めて、ずっと言ってる。袴田さんって何歳？え、そこかな。嘘。永遠の22歳だよ。そうだよ。言った。いいか。あれは簡単さ。何年か、何年だからね。はい。こんなん楽勝っす。0年から100年の間のどれだろう。なんか少しバカにされてるような気がしてしゃあないですけど。じゃあ、セーフ出しますか。はい。じゃあ、せーの、じゃん、じゃん。5年。お、3年、5年。あ、やった。正解は、5年です。よいしょー、よいしょー、よいしょー、よいしょー。概要欄思い出しました。でしょ？ありがとうございます。はい、そういうところ概要欄とかチェックしてんのじゃん。そうますよ。真ん中。そうですよ。袴田さんが28想定で。32だから。ちょっと28って言ってくれたの。28想定で。28に見えるところじゃないですか。28なわけないよ。なんでよ。32なの。32だよ。じゃあ、続いて第2問。はい、ディディン。里崎が現役生活最後にヒットを打ったピッチャーは誰？はい。あ、わかった。これも超簡単だね。多分、何時間喋ってる話だと思う。平仮名でもいいっすよね。平仮名でも全然、もう平仮名でも漢字でもカタカナでも。これはもうだって超簡単だ。いや、俺ファンやから知ってるよ。全然進んでへんやん。え、わかるやつだ。そりゃそうでしょ。これ間違えたらあかんで。これはほんまにあかん。これ間違えたらあかん。これは間違えたらあかん。追いかけてたからな。はい。オッケー。はい。せーの、じゃん。ひが。正解は、ヒガでーす。イエーイ、この2軍ヒガくんです。たったったー。チームもちゃうやん。チームも誰？トガメ。チームもちゃうやん。ヒガです。続いて第3問。私が東北放送時代にレギュラーで担当していたテレビの番組で、何でもいいので1つお答えください。これはもうちゃんと見といてだろうね。コメント欄読んでたら知ってます。あ、知ってる。ちょっと待って、え、コメント欄よく出てくる。批判が多いから読んだらね。言っていいよ。 TBC パワフルベースボール。それはラジオ番組で。何だろう。そうなの。はい、せーの、じゃん。サンドさん、こんなのやってなかったっけ？おはよう宮城。あー、天使の釣りは違う曲だよ。なんかこういうのなかったでしょ。よく違うよ。正解はオーバルトゥー。そうですよね。そう、親に見てましたって結構ね。そうですよね。あ、僕その動画をぼんやり見てるって意味やと思ってたっすわ。そういうことだ。おーっしゃ、全問正解だ。でかでか、それはすごいわ。いいぞ。よしよし、これは分からん。じゃあ続いて、はい、第4問。里崎智也が引退してから会った有名人で一番嬉しかった有名人は誰？ごめんなさい。これは余裕だ。これは余裕やろ。余裕。サービス問題やろ。超サービス問題。ごめんなさい、マジで名前出てこないです。きつい。もう会いたい人いないっていう。そう。わかった。いや、名前思い出した。真ん中。
愛情足りんぞ。OK ですか。はい、はい、せーの、じゃん。南野陽子さん。あー、そうだ。正解は南野陽子さんです。イエーイ。そうだ、あったよ、よかったよ。これ里崎さんの、選手名鑑の好きな女性のタイプに南野陽子さん書いてるんですよ。へえー、何してんの。ほら、3ポイント、3ポイント、1ポイント。はい、まだまだ、まだまだ、追いつかれた。第5問、はい、テリー、私が高校時代になりたかった職業は何でしょうか。うわ、全然興味ない。もう足がないもん。むずい、これはむずいな、これむずい。高校ね、1年、2年生ぐらいまでなりたいなと思ったけど、ある勉強がしたくなくて、その道はすぐ諦めて東京の大学に行こうと思った。その職業だけど、あそこに入りたいみたいなのがあったから。あ、ありがとうございます。いいですか。はい、せーの、はい、CA で。あ、CA、宝塚。請求外科医。正解は先生、惜しいけど、ブブー。じゃあミュージカルの方ですか。ミュージカルで、そうでしょ。劇団四季か。うわー、俺も宝塚だと思ってた。宝塚だと思ってたっす。劇団四季に入ったくて、音楽の勉強を音大に入りたかったから、学生の勉強した。あー、そっちか。先生、ちょっと近いじゃなかったね。続いて、じゃあ第6問。はい。先日、この5人で忘年会に行きましたね。その時のお店の名前をかけ。え、もうショックやな、忘れてたら。あんな、何番も食ってんのに。美味しかったっすね。美味しかったですね。漢字じゃなくて大丈夫ですか。あ、それでいい。じゃあ、浜田さん行こう。私覚えてないって。おーい、最近や。え、覚えてないよ。いこちゃん、せーの、じゃん。博多焼肉、トラトラ。博多焼肉、くず竜みたいなやつ。ホタルみたいな。あ、くずり的な感じだったな。正解は博多焼肉原風館龍です。あー、ちょっと惜しい。じゃあこっちもちょっと惜しいですか。龍だったら。ホタル、ホタル、なんか生き物みたいな。残念。よかった。第7問、はい、第7問。私は去年朝ドラに出ました。おかえりモネというドラマでした。その中で私は何役をやったでしょう。プラスその役名までかけたらもうプラス1点差し上げます。役名って何なんですか。名前ってこと。名前、え、でも何役かわかるでしょ。何役かわかります。え、音が分かったんですよ。何役かわかる。 OK です。いきましょう。はい、せーの、じゃん。気象予報士見よう。看護師さや。すごい、いい安藤春子。こんな感じ。全員不正解。看護師じゃなかったでしょ。いや違うよ。気象予報士だったよ。待って、いやいやいや、アナウンサー役だから。え、アナウンサー役だよ。だって天気伝えてなかった。気象予報士の横にいるアナウンサー。うわー、そういうことか。で、名前は板谷沙織です。あ、沙耶じゃないですね。沙耶沙織だ。安藤沙織っぽいな。アナウンサー超寂しい問題だと思った。全然出てけえ。超寂しい問題、ね、アナウンサー。それではじゃあ、はい、第8問、はい、12月1日発売の里崎智也の新刊本、タイトルを正確に答えよ。タイトルを正確に。なんでそんな最近の話や。最近の話ですね。だって買ってたら分かるやんな。買ってたら分かるやん。買ってたら分かるやん。でも朝も買ってたよね。いや、買いました買いました。読んだんですけど、確かに地味に長いんだよな。そう。え、批判ですか、批判ですか。なんかこういうイメージ。これで読まなかった。オッケーです。オッケー。はい。いいですか。はい、せーの、じゃん。なぜ、いや、里崎チャンネルが当たったのか。引退後1億円を稼ぐ方法。僕は引退してから1億円稼ぎました。里崎智也の第二の人生完全読本。おお、いいね。ありそう。1億円稼ぐ法則にしました。正解は。YouTube 里崎チャンネルはなぜ当たったのか。再び1億円プレイヤーになるまでにしたこと全部。先生めっちゃ惜しかったね。いい線取ったでしょ。0.5 点。よっしゃー、 0.5 点。おら、そうよ。え、でもここまでみんな何点ですか。 3.5、 1点、3点。3点。第9問。私、浜田へ
写真集を先日発売しました。なんとその帯は里崎さんに書いていただいてます。では里崎さんのその帯には何と書いてあったでしょうか。知りません読んでません知らんがな読んでませんだって僕あの時湯ヶ島ですか、俺めっちゃ急いでたよ。10秒ぐらいしか俺多分見てない。僕に関して帯外して渡されました。これ意外と分かると思ったのにな。普通のワードじゃなかったんだよな、サッサンらしい。ちょっと多分なキーポイントのワードがあるはずや。クスッと笑えるポイントがあるな。じゃあもう絶対当たってないんで一人ずつは言ってみましょうか。じゃあ当たるか。はい、じゃあ送ります。想像を超えた4、5ページが最高です。超ページ目が一番いいって言ってました。なんでまだ答え全員見たの。続いてモーニング。僕が知らないもう一人の仲間だやえ。あーいい。あーいいそう。あーいいそう。アナザー的なこと。よくある帯の方ですよね。いいですよ。はい、こんな袴田さん見たことない、嫉妬しちゃうよ。あ、見たことある気する。それだそれだ。はい、じゃあ阿波さん正解言ってください。正解は嫉妬しちゃうな、綺麗すぎて可愛すぎてでした。惜しかったですね。一応面白いからね。出てこいよしこれ意義あるっす。こいつ、だって笑いたら言ってるんですよ。僕、当てに行ってますもん、嫉妬しちゃうよ。これで惜しかったよ、嫉妬しちゃうなんだね。乗った評価はっていう。じゃあ 0.5 いきます。 0.1 点。続いて、第10問。はい。じゃじゃん。里崎智也が乗っている車の車種を述べよう。それは知ってますよね。だってそう、何回だって俺の、あの、出入りとか、この前だってね、行った時に俺の出入りの車とか案内して駐車場も一緒に止めたりしてたから。2台かけましょうか。2台かけましょうか。1台でいいです。すいません。いいですか。せーの、じゃん。アウディ Q5 Q2 アウディ。正解はアウディ Q8 だけ。え、もう1台あります。でも Q2 も乗ってるから。乗ってますね。ああ、よかった。そうなんだ、最近乗ってない。でも Q2 も乗ってるから。ありがとうございます。じゃあお互い最終問題です。はい、お願いします。じゃじゃん。第11問。私の好きな男性のタイプは何でしょうか。2つ答えなさい。知らねえよこれ1個ずつで2点で絶対ね、インタビューとかに隠れて容姿とかね、問題じゃない。はいはい、できましたか。一斉のでいきますか。はい、じゃあせーの、どん。はい、青空くん、誠実優しい、はい、よく笑う社長、仕事に対して熱くまっすぐな人、嘘をつかない人、6個回答がありますが、一つだけ当たってます。おっ、社長ちゃん、社長フェイコール金持ち。ああ、正解は青空くんの優しいです。はい、来たー、ありがとうございます。よし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 、むずい。優しいっていう答えも面白くなんとこないかな。優しいと食べるのが好きな人、私もこれが絶対好きです。ありがとうございます。5.5 ポイント、3.6 ポイント、1ポイント。続いて最終問題です。はい、どこまで行くんでも5点返せますか。どうぞ。おっ、すごい。2022年行われた、はい、里崎ライブ全国ツアー1回目公演から最終公演までの都市名を正確に順番に書け。順番に難しい。順番は分からん。順番が合ってた場合は2ポイント。都市名が合ってるだけだと1ポイント。間違った都市を書いた場合はマイナス1ポイント。あと、あの数が合ってない場合は、行った回数が少ない場合はマイナス、足りない分だけ1ポイント。だから全部正確にあったら逆転できるじゃん。そうですね。だって場所と順番があったら2ポイントだ。都市がわからんな。県でもいいっすか。県でもいいです。いいっすか。全然県でもいい。でも順番が分からんけど、まあ、とにかく順番を外して当てに行こう。これ絶対袴田さんも分からんでしょ。いや、私はね、こんだけで合ってたかなって思って今見たら、あ、やっぱそうだったかぐらいの感じ。やったところは全部言えるよ。あと順番だね。そうやねんな。 OK です。いいですか、はい、できましたか。はい、僕もこれお願いします。はい、あ、はい、
そうですね、これでいきましょう。はい、じゃあ出してください。一人ずついきましょうよ。一人ずつ。だから一番まず最下位のコロニくん、今1ポイントだからね。はい、コロニくんが行きましょう。はい、俺が何点か言うの。場所12箇所でラストの東京だけ分かってます。それね、順番ね。はい、何点か言うの。マイナス、えマイナス言ってんだね。え全然 OK よ。ま、はい、マイナス1点ということで、トータルは0ポイント。0ポイント。こんなに書いて、はい、ああマイナス1点です。はい、続いて、ここいきます。博多、大阪、北海道、横須賀、松山、広島、名古屋、仙台、東京。はい、いきます。何点か、ちょっと待ってよ。多分ここは俺絶対順番合ってる気する。はい、あ、じゃあ何点かいくね。はい、正解は7点です。よし、え7点ってことは10.6。6点じゃないですか。え、1、2、3、4、5、6、7、8のマイナス1だからね。マイナス1。すごい。足りないところは別にかからっと見てる。7点。7点。よし、これでもすごいないですか。すごい。ほんまにいってるから7点って、だから10.6点。おお。はい、じゃあ僕、うん、さあ運命の渋谷、札幌、仙台、名古屋、横須賀、福岡、広島、大阪、千葉、有楽町。順番は全然考えてないし。いや、渋谷も確かに行ってはったの忘れとったの。で、札幌も行ったな。正解は6ポイントです。あー、6ポイントか。よし、だって1、2、3、4、5、6、7、8のマイナス2だ。6点です。ありがとうございます。6点だから 11.5 ポイントです。おお。え、ボケた俺。正解の順番は大阪、仙台、横須賀、広島、札幌、福岡、名古屋、東京です。全部で8箇所。そうです、はい、でもよう当たった方で。わざとなんか当たってる。千葉と渋谷がいなかった。もう7やから俺の勝ち。これどうしてということで、里崎アンド袴田をどこまで知ってるか対決、優勝は11ポイントで金ちゃんだ。いや、おめでとうございます。いや、危なくなったら一番強かったですね。そうですよね。これでもね、意義あるよ。だって 11.5 やろ。俺 10.6 やんか。だから1もいかんところで、あの 0.5 点の加点で俺差がついてる。なんか甘かったっすね、こいつのサイト。僕が言うのもなんですけど、多分違います。こいつのなんかあったやん、なんかタイトル当てるやつでなんか加点もらったやつ。あれはそう思うよ。ありがとうございます。あれ面白い方がなんで、ね、でも、レディーは 10.6 ポイントで先生。そりゃそうでしょ。いいね。まあでもね、この2人はさすがだね。はい、ありがとうございます。問題はマイナス1ポイント。0ポイントです、0ポイント。プラマイゼロ0点の。お前どういうことなんだよ。0点って。オッケー。0点ってどういうことだよ。これはほんまコロッケあかんわ、勉強せ。勉強した方がいいと思う。勉強した方がいい。ね、まあまああれですね、経歴がやっぱちょっと浅いっていうだけあって、ね、全員ともね、にわかファンっていうやつは全員ここで貼ってるんで。見ていただいて。さあ、ということで、はい、罰ゲームはモノボケ。それで一発ゲーム。うわ、最悪。怖。うわ、怖っ。怖っ。2023年。怖いね。怖っ。そうそうだよ。白熊ダンス、白熊ダンスよ。白熊ダンス。あれは地獄。ガオ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 。流行るぞ、これ流行るぞ。ちょっと待ちよ。ということで、次回はやり返したいと思います。はい。いきまーす。吐き出せいくらー。Yeah.